今日はセンター前ヒットとセンターフライ。これはレフトへ高くかかった、追いつけない、秋山も3塁回ってます。貴重な追加点、6回のライオンズ。秋山のヒットの後、浅村のタイムリーが出ました。バッティングの方も少しずつ上げています、浅村秀人。これで3対1。ボール入ってきました。そうですね、コントロールちょっと逆球になりましたね。なお外野、今伊藤がこのレフトに入ってます。まあバッティングの良さというのはね、やっぱり浅村は持ち味ですからね。そうですね、思い切りとパンチ力ありますよね。